こんにちは。時刻は17時36分を回りました。引き続き藤岡あかねがお送りいたします。よろしくお願いします。あともうちょっとで終わりですね。ラストブロックです。さっきのジュースも美味しすぎて飲み干しました。100% のリンゴジュースのスパークリング初めて出会いました。いやちょっともう一杯後で飲ませていただきます。今いいんですか？じゃあまた次のからリポート紹介しましょうか。じゃあこれ本当に 100% スパークリングアップルジュース入れます。よいしょ。じゃあほあれ取れるかな。入れさせて。ちょっと硬くなっちゃってる。ほあれさっきうまくいったんですけどね。ほあいけそういけそう。あ緩めが足りなかった。ほすいません時間かかりました。入れます。さっさと入れますね。あちょっと泡が多いかな。あでもいい感じ。はいこれでじゃあはいじゃあこれでいきましょうか。はいではいきたいと思います。あではコーナータイトルしてなかったですね。ではいきましょう。あかね色の君へ届けますキャスリポ。あ忘れてた。はい、ここからはあかね色のリポートを紹介していく時間です。まあ、キャスターの名前に由来したリポートを紹介する時間なんですが、私の名前があかねというので、はい、そういったコーナーになっております。では早速いきましょうか。まずはこちらです。千葉県山武市春さんのリポートです。よく晴れた朝焼けの海岸にはサーファーや犬の散歩の人たちに混じりカメラマンも。私はなんちゃってカメラマンですが、だるま朝日もバッチリ。元旦の日の出は皆様ぜひともここといったリポートです。最初はこちらだるまっぽくなってますね。完璧。ちょっとスリムな感じですか。首が長めな感じで、見れております。綺麗ですね。見事。これ今日の朝7時7分にいただきました。早起きしてしっかり撮ってくれましたね。ありがとうございます。それでは次いきましょう。続いてはこちらです。大阪府大阪市大花翔さんのリポートです。メリークリスマスイブといただきました。クリスマスプレゼントたちですけど、これそうですね、これまさに茜色、茜色のプレゼントの袋ですよ。茜色のプレゼントの袋です。何が入っているのかな、気になりますね。配ったりするんですかね、いっぱいあるから、プレゼント交換とかそういうのもするんですかね。ゲリ猫みたい。大勢にこう会社とかで配ったりするんですかね。これだけ茜色の包みっていうのもなかなかないんじゃないですか。これ完璧ですね。はい、じゃあ次行きましょう。次はこちら東京都練馬区勝さんのリポートです。ありがとうございます。クリスマスだしアマウォーでも食べるか。本日のいちご枠ですね。アマモいちごキャラメルとか出てるんですね。美味しそう。かかね色です。これいいですね。クリスマスカラーでもあります。いちごってあかね色と緑。やっぱクリスマスだからこそ茜色に行きたいっていう気持ちありますよね。
笑ってる。美味しそうですね。はい、じゃあ続いていきましょう。次はこちらです。岐阜県高山市のわさたまさんのリポートです。ありがとうございます。いつものファーマーズマーケットにて今年初雪だるま、ちょっと顔が怖く30点。はい、さあ皆さん、茜色ありますね。雪だるまが乗っかってるところが茜色です。うん、メインは茜色です。雪だるまも映ってますね。初雪だるまということですけど、確かにこう目と口が同じやつでできてますね。結構ちっちゃめな、手のひらサイズぐらいじゃないですかきっとこれ、うん、はい、その雪だるまが乗っているところが茜色。これ車ですかね。うん、茜色の車か、綺麗でしょうね。うん、はい、そうですね、この写真の主役は茜色です。じゃあ続いていきましょう。次はこちら、大阪府羽曳野市ゆきさんのリポートです。ありがとうございます。今スシローに来ています。クリスマスなので主人と2人でランチです。良き午後を過ごしてくださいね。はい、最後はお寿司です。カニですね。カニですよ。これはもう完璧ですね。敷かれているところも緑ですし、さっきもイチゴもクリスマスカラーでしたけど、カニとこの絵がもうクリスマス感がもう漂ってきますよね。うん、あ、CM 頑張ってるんですね、スシロー、カニの。うん、そうですよ、スシロー回ってる、まあ、スシローといえば回りますけど、こういう風にも出てくるんですね。うん、ちょっとクリスマスだからお高めな感じでということだったんでしょうか。贅沢、いいですね。最優秀茜色はどれですか。最優秀茜色って聞きます。いや、今日たくさん茜色が届いていた中で選び抜いた5枚でしたので、全部最優秀なんですよね。だからちょっと1位を決めることはできません。全てがグランプリです。はい、ということで今日も素敵な茜色をご紹介させていただきました。ありがとうございました。はい、まあ、茜色のリポートご紹介していきましたが、今日はまあクリスマスですので、私も茜色の服着てますし、この画面もこれも茜色だったりしますもんね。うん、あ、この星のほっぺも茜色、ちょっと茜色尽くしになっているんですけど、そう、今日は茜色、スペシャル茜色があるみたいです。これと合いそう、ご紹介しましょう。スペシャル茜色スペシャル茜色、ちょっと私も開けて、あ、いけるかな、開けれるかな、ちょっと難しい。あれ、これ合ってます、合ってるかな、あれ、これ逆じゃないかな、あれ、あ、違うな、少々お待ちください。お、いけるかな、お天気カメラをご覧ください。あー、やっぱりこれ逆じゃないですか、あれ、どうなってる、あ、でもいける、少々お待ちください。いけるかな、
今頑張っています。ちょっと今ケーキを救出しております。救出作業中。そうですね、結構大変ですね。いけますかね。こうまさかこうなるとは思ってなかったんですけど、あーいけるかな。あーちょっと私が失敗したらこの赤の色は見れなくなってしまう。あーどうしたらいいんだ、誰か助けて。あーいけそう。いけそう、いけそう。お待たせしました。はい、お待たせしました。いやちょっとあの茜色ケーキがですね大変なことになっておりましたので、今救出作業というのを行っておりました。こうひっくり返ったんですよね。でもちょっといけました、大丈夫です。茜色お見せしましょう。こちらです。綺麗に救出できました、ありがとうございます。いちごのケーキです、茜色ケーキ。可愛いですよね、これ完全に茜色。ね、チョコも乗ってますし美味しそうだな。いやよかった、ちょっとこけてたんですよね。それをこう、こううまくこのそう2個使いながら頑張りました。無事でした。いただいちゃえと、いやいただいちゃいたいですね。あその前にこれ写真撮りたかったな。あ写真撮っていいんですか。これと一緒に写真撮っていただきたいですね。誰か写真撮ってください。あ、撮ってくれるみたいです。はい、はい、ありがとうございます。これで安心して食べれそうです。じゃあ、あ、食器がないですか。食べれないみたいです。ちょっと手で食べるわけにはいかないですからね。とフォークを今探しているようですね。まさかのフォークがないと。もうスプーンでもいいですよ、あるかな、ないかな。後でまた食べましょうか。じゃあ振り返りの時間に食べたいと思います。ちょっといろいろありますけど。はい、ちょっとつけてついてなかったんですかね、うん、はい、ということでした。また後で食べたいと思います。あったみたいです。はい、フォークあったみたいですね。すみません、お待たせしております。中どうなってるのか気になりますよね、これ。はい、あ、じゃあスプーンでいただきます。じゃあちょっと中こっち側から切ってみようか。あ、え、これ何が入ってるんだろう。あ、あんこかな。あ、見えるかな。こういった層になってました。いちごのムースかな。いちごのムースとあんこじゃないですよね。いやでもあんこかな。ちょっと食べてみないと分かんないですね。食べてみよう。あ、いや、いちごジャムだ。もういちご尽くしです、これ。あ、下のスポンジもいちごだ。え、いち、いや、おいしい。あ、いちごのムースにいちごのジャムにいちごのスポンジで、そしていちごのコーティング。いやー、もう見た目も中身も
いちご尽くしだったんですね。ちょっと後でゆっくり全部いただきたいと思います。はい、いやーよかったスプーンあって、はい、いやーよかった。皆さんもぜひぜひケーキ食べたりして楽しんでくださいね。それではいろいろ最後ありましたけれども、ここからはクロストークいきたいと思います。じゃあこの後18時からはソライブイブニングですね。今日のソライブイブニングはホカノンさんです。ヤッホー、ホカノンだよー。ヤッホー、ヤッホーすごいね、今日みんなサンタなんだね、はい、そうです、そうです。そう、私今日来て、はい、なんかサンタになってもらうからって言われて、はい、あ、サンタなんですねみたいなそう、そしたらみんななんかツイッターがサンタになってて、うん、あ、そうですか。さっきみんなもサンタ来てたから、うん、わ、サンタの日だって、サンタいっぱいいるって思ってそう、大変。そうなんですよ、ね、クリスマスイブに確かに、はい、ね、いや、今日はプレゼント抽選会もありますし、ね、あるね。ホカノンさんのプレゼントもありましたね、うん、あ、そうなんですよ、うん、なんかね、気象予報士として、うん、まあ、今年はちょっと寒さが厳しかったりっていうのもあったので、はいはい、うん、それに加えて空気の乾燥もね、うん、はい、ちょっと心配ということで、はい、アロマディフューザーをちょっと選んじゃいました。いい、ね、そうなんですよ。玉ねぎ型ってコメント来てます。そう、なんかみんなが玉ねぎって言うんだけど違うの、普通のアロマディフューザーなの本当になんかね、はい、本当ね、なんかね、なんかね、この前、うん、写真でね、はい、パネルにしてもらって見せたら玉ねぎ玉ねぎって言ってみたいな色も、あの写真の色もそんな感じだったんですよ ね、きっと玉ねぎ感がちょっとだけあったんですよね。木の柄、うんうんうん、がなんか玉ねぎ柄っぽかったらしくて、はい、なるほどねみたいな悲しみでしょ。いやー、え、でもあのコロンとした感じが可愛いですけどね。ありがとう、あかね、優しいよ。そう、あ、玉ねぎ、ね、え、あかねんはまだ C、はい、なんだよね。そうなんですよ、C、ね、なんですよ、うんうんうん、はい、あと2時間後ですか。そうなんだ、はい、そういったのもありますし、クリスマスこの後盛り上がっていきそうです ね、楽しみだね、うんうんうん、私はちょっと見守ります、はい、画面の向こうからそうです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこの後イブニングですけど、はいはい、見どころお願いします。こちらです、じゃん、イブイブニング、はい、というわけで今日はクリスマスイブで、私の担当するのはクリスマスイブの、うん、イブニングということで、イブイブニングです。イブイブ、特に意味はありません。キュルン、うん、キュルン、はいいや本当に特に意味ないんです。あ、特に意味ないんですか。はい、イブイブニングって言いたいだけなんです。あ、はい、だから今日は、はい、今日の見どころは、うん、イブイブって何回言うかってとこだと思いますよ。イブイブ、うん、イブイブニングの訳。そうです、イブイブっていうことをきっと、はい、しょっちゅう言ってると思います、はい、2時間の間にどれだけ言うかってところですね。あとは、はい、これと全く関係ないけど見どころは、はい、明日あの、うん、有馬記念もあるから。そうですよね、予報センターも吉野さんだから、うん、有馬記念の予想も天気絡めてね、はい、バーバ状態とかを調べてできたらななんて思ってます。ホカノンさんも競馬やったりするんですか。大好きです。あ、大好きなんですね。大好きです。うん、だから、はい、ちょっと予想ガチでしようかなと思ってて、うん、いいですね、はい、盛り上がりそうですね。そう、そういったアニメでも、うん、そうなの、そうなの、はい、わかりました、はい、じゃあこの後18時からよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでここまでソライブサンセット行っていきました。今日は清子のサンセットでしたね。皆さん忘れてないですか。その方の、あの方の存在ですよ。この方序盤に出てきた、序盤に出てきてですね、その後出番はありませんでした。今再登場させていただきましたが、はい、あのソライブサンセットイブニング、イブニングじゃない、ソライブ、ん、クリスマスイブのサンセットということでお送りしていきましたけれども、うん、まあ、ケーキ食べたり、リンゴジュース 100% スパーリックリング飲んだり、ちょっと満喫できました私は皆さんもぜひこの後ですね、イルミネーション見に行ったり、ケーキ買いに行ったり、チキン買いに行ったり、
それぞれ、皆さん素敵なクリスマスイブにしていただければなと思っております。ぜひぜひリポートも送ってくださいね。お願いします。クリスマスあります？あ、じゃあそうですね、じゃあ言っときます。クリスマスはあります。それでは皆さんありがとうございました。
皆さんこんばんは。時刻は18時2分を回りました。12月24日土曜日、クリスマスイブのソライブイブニングの時間です。ここからは私ほかあかのんがお送りします。ぜひクリスマスイブのイブニング一緒に楽しみましょう。どうぞよろしくお願いします。わー、今日もねサンタ切れましたよ。サンタ切れた。聞いてください、私昨日違う番組の衣装クリスマスツリーだったんですよクリスマスツリーだったので、いや無事にサンタさんを着れて私はとても嬉しいです。はい、まだ今年初サンタです。そう、あツイッターで見てくれましたか、ありがとうございます。恐縮します。顎にケーキついてない食べてないぞはい、あ着慣れてる感があるな、あ恐縮します。あ実はですね、私今年に入ってからトータルで何着コスプレ着たかなってさっきフォルダーを確認してたんですけど、なんとですね私60着近く着てるらしいですよ今年4月から。はい、多分59着かな、なんか正確に言うと。そうびっくりして、いやなかなかねこんなに私コスプレイヤーよりも着てるんじゃないかって先ほど言われまして、うん、いや本当ですね、早い早いツリーのコスプレで来ればよかったね。ツリーの方が良かったですか。あら、もう確かに今日もそのこのスライブのクローゼットの衣装部屋の方見てたら、トナカイさんとかもあるんですね。うん、でもなんかこの後の特番で着るのかなと思ってちょっと手を出せなかったです。私はそうなんです、王道のサンタ選びました。うーん、よしはい、というわけでですね18時のお天気をまずは聞いていきたいと思うんですが、いいですよね。はい、じゃあ今あなたがいる場所のお天気を教えてください。雨の方は青ボタン、晴れてるよといった方は赤ボタン、そして曇りですよといった方は緑ボタン、雪やみぞれの方は黄色ボタンでご参加ください。空ボタンご参加いただけない方も、空チャットや YouTube ライブ、LINE ライブに、アメバ TV フレッシュ、ニコニコ生放送、M キャス、こちらでもあなたがいる場所のお天気を伺っております。必ず市区町村のつけてお答えいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで今日はね、すごい青空が綺麗でした。はい、あ、もう日もね、短くなってきて、私がここに向かうときにはもう夕日がちょっと夕日になりかけてたというかね、あなんかちょっとオレンジ色になってきたななんていう感じで来ました。コメントも見てますと、大阪も愛知も練馬区着るんだからちょっと天気わかんないですけど札幌も曇りって言ってるか曇りなのかなとか思うんですけど、ちょっとわからないですけども、おそらく晴れてるなといった感じの印象を受けますね。うん、和歌山もハワハワ晴れてるということです。へえ、いやでも今日都内もね本当に青空綺麗でしたからね、雲も少なくてね本当お出かけ日和だななんて思ってました。私朝早く起きてですね、はい、またお散歩してまして もう日課なんですよ。日課してたら外人の方とか結構ランニングしてる方も多かったです、薄着で。うん、いや寒くないのかなとか思うんですけど、いやなんかみんな健康ですよね。そう、すみません、なんか意外とコードが見えてることに今モニター見て気づいてはい、そしてですねコメントでは星うっすら熊本では見えてますよっていったコメントもあるんですけども、それと一緒にですね寒さがすごいというコメントも来てますね。もう曇り寒いよ東大阪市の方もいらっしゃいます。肩冷えるの、いやそうですね、まあこれのことでしょうかね。確かに私肩こりなんですよ万年で、肩こりって血行を悪くしちゃいけないんですって。だから暑くなった時以外はあったかい格好してます。なんかそうですね、冷えると肩こりが悪化します。はい、ね、分かりますよね。そうそうそうなんですよそうなんですけど、いやでもねアイカップの、あそうなんですよ、重みがあっていやでも
もそれにしても今日はもうクリスマスイブということで皆さんどうお過ごしでしょうかね。まあ、私他のおさんは朝お散歩行ってちょっとうっすらあのジムしてでいい具合に汗かいてもうここに今至るので、あとは皆さんのリポート見てたらケーキがすごく食べたくなったんですよ。クリスマスケーキすごい美味しそうと思って、クリスマスケーキが今日食べれれば一番嬉しい。あ、でもチキンも食べたい。ケーキとチキンくださいお願いしますね、ケーキ、ね、ケーキとチキン食べた人多いんじゃないでしょうかね。食べたいですよね。さあそれではそろそろ空ボタンを閉めていきたいと思います。じゃあ集計5秒前です。4、3、2、1、ティーン。さあお天気どうでしょうか。どうぞ。あ、雨とか雪のエリアすごい少ないですね。あ、もうダントツで晴れ。じゃあエリアで見てみましょう。こちらです。はい、というわけで広く晴れているといった報告をいただきました。北海道から沖縄まで晴れの報告ですね。日本海側エリア、特に北陸や山陰エリア、こちらでは雨といった報告をいただいております。はい、まあ、その他北海道とか東北の北部ですね、こちらでは曇りがちといった印象でしょうかね。はい、というわけで今日はもうお出かけ日和となった方も多いんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、さあそれではですね、今日のと空見堂行きましょう。さあ今日はね、12月24日クリスマスイブということで、こちらが空見堂です。じゃん、イブイブニング。はい、というわけで、まあ何の意味もありません。クリスマスイブのイブニング担当だからイブイブニングです。今日私はイブイブと何回言うか、皆さんぜひカウントしてみてください。恐縮ですはい、はい、正解は、ないそうです無理無理、悲しみ。え、がすごい数えてくれるという方も出てきました。あ、じゃあ今からスタートしましょうか。じゃあ今からスタート。さあでは今日はイブイブのラインナップいきましょう。どうぞ。はい、今ので1回ですはい、まずは気象モデル解説です。本格的お天気番組ですのでね。さあ今日はですね、予報センターはあの方です。競馬大好き、この前ウェザーニューズの本社の1階で偶然すれ違って立ち話しながら競馬新聞を見ながら語り合った予報センター吉野さんですはい、続いて明日のリポートポイント、どんなところをチェックすれば天気の変化気づけるか教えていただきましょう。続いて、さあもう B ブロックはね、もう収録です、収録ばかりです。ウェザーニュースアップデート、今日もね頑張って噛まないようにしましょう。続いて、さあ今日はね晴れておりますが、この天気はいつまで続くんでしょうか。週間天気ガイド、1週間の天気傾向を聞いていきましょう。ついでにですね、まあ、初日の出とか、まあ、年末年始のお天気の話もうっすら聞けたらななんて思っております。続いて気になるリポート。いや今日もねちょっと尺がね押しちゃうと思ったのですごい激戦してます。クリスマスらしいものを選んでみました。はい、続いて、さあ最近瞑想してますが、先週やっと OK が出ました。それぞれのアニバーサリー、はい、今日も全力であなたの記念日お祝いしたいと思います。続いてお仕事頑張って天気予報です。今日はそう、明日クリスマスですからね、クリスマス頑張るそこのあなたを応援するようなお天気ですよ。お楽しみに。続いてクロストークあるんですか。ないんじゃないですか。今日ないかもね。じゃあこの時間はきっともう一個ね、収録もありますからね。収録ですクロストークではなく収録になりました。はい、というわけで以上ご覧のラインナップでお送りしたいと思います。なんだそりゃね、まあ、この後はちょっとあのスペシャル番組なんですよね。あの特番になりまして、20時からは、クリスマスイブの
クリスマス特番ということで、抽選会などもありますからね、皆さんもご応募いただいたでしょうか。キャスターの方々や予報士の方、そしてもう協賛していただいた企業の方にもね、プレゼントをご用意いただきまして、そちらのプレゼント抽選会をこの後20時から行いますので、こちらもぜひお楽しみ。以上、ご覧のラインナップでお送りしますよ。さあ、それでは早速いきますか。最新の天気見ていきましょうか。はいはい、というわけで、さあ皆さんからのリポートを見ていきましょう。まずはこちらからです、どうぞ。はい、北海道行きます。岩見沢市の北野プーさんのリポート。こんばんは。現在の気温はマイナス8度と寒くなっています。そして金星が綺麗に見えています。体感は寒い、天気影はっきりの報告いただきました。北野プーさん、リポートありがとうございます。わあ、すごい、本当に空がもう金星がもうパッとすごいインパクト持ってますね。わあ、いや本当に雲も少ないといったことなんでしょうかね。うん、空が澄んでるため星も綺麗に見えてるそうです。まあ、だんだんですね、今週、来週にかけて新月になっていくから、ちょうど今三日月ぐらいでしょうかね。そうですね、お月様も光が弱まっているので星が綺麗に見えると思いますので、ぜひ今日空見上げてみてはいかがでしょうか。続いていきましょう、こちらです。はい、続いては東京ですよ。江戸川区ホタルの光さんのリポート。メリークリスマスイブ。北東の星に一筋の細い薄い雲があるんだけど、空を星を見ることができますよ。ただ吹く風がとても冷たく、昨日までの体感とはかなり違い、寒いイブになりましたね。今夜と明日はパーティーを開くご家庭が多いだろうな。イブの夜を楽しくお過ごしください。体感は寒い、天気影はっきりの報告いただきました。ホタルの光さん、ありがとうございます。まあ、確かにちょっとね、一本だけすっと細い雲がいますね。うん、まあ、でもそれ以外はもうね、影はっきりということなので、雲もなく星もね綺麗に見渡せるのかなといった感じですね。はい、まあでも今日はね本当風がね強く吹きましたからね。はい、気温も昨日は 19.6 度まで東京は上がりましたが、今日はね全然上がってませんからね、体調管理バッチリと行ってください。さあ続いていきましょう、こちらです。はい、京都府の京都市ココさんのリポート。ちょっと引きこもってる間にすっかり日は落ちてしまいました。イブの夜は星様輝いてくれそうですね。体感は寒い、天気影はっきりの報告いただきました。京都も天気は良さそうですね。はい、ココさん、リポートありがとうございます。いやでも本当にね、こちらでももう雲なくてすっきりした空といった報告来てます。いや本当今日全国的にね晴れてますね。まあ、日本海側エリア、北陸の方とかはちょっと雨だったと思うんですけれども、はい、いやでもすっかり日落ちるの早くなりましたよね。今日の入り時刻とかももう何時なんですかね、今4時台5時台かなり遅いですよね。ね、いやでも本当にあっという間に夜になっちゃいますからね。なんかちょっと暗くなっちゃうと、私すごいお出かけしたくなくなってしまうので、引きこもりがちになってしまうんですけど、まあでもそうですね、日が短いとちょっと寂しい気はしますけど、でもここからどんどんね、この前冬至でしたから、徐々に日が長くなっていくはずですからね。期待。続いていきましょう、こちらです。続いては島根県の浜田市カズさんのリポートです。雨が上がって晴れ間も見えてきた、仕事が早く終わったら寄りたかったのに、汽車の時間ギリギリでホームから遠景を撮影。医療センター前の電飾です。体感は寒い、天気影なしの報告いただきました。今日は土曜日なのにお仕事だったということなんですね。はい、カスさん、
お忙しい中リポートありがとうございました。うん、あのいいですよね。もうここ最近どこを見渡してもイルミネーションがとても綺麗で、もうこの時期ならではの楽しみですよね。でも日もね、あの短くなっているので、もうそのイルミネーションもなんて楽しめる時間が長くなりましたからね。で今日みたいにあの空気が澄んでるとイルミネーションもね余計に綺麗に見えますからね、ちょっと楽しくなりますよね。うん、私は本当だ、これ星じゃなくてハートですね。おお、あ本当だ、キュルン度高いですね。かわいいな。うーん、キュルンキュルンですね。はい、いやでもいいですよね。私も毎日欅坂というところ、六本木の欅坂のイルミネーションを見ながらお仕事してるんですけども、まあこの昨日ですね、昨日はすごい人が多かったです。カップルという名のリア充さんたちがいっぱいの観覧にいらっしゃっててもうね、本当にやっぱり人も明るいとこ好きですからね、ちょっとファラファラってきますからね。ファラファラってきます。私も結構ファラファラって言っちゃうタイプなのでいいですね。はい、じゃあ続いていきましょう。こちらですリア充震え声っていう声とはい、続いては福岡県に行きます。タガラ郡のゴンタさんのリポートです。こんばんは。それぞれの家庭や仲間でクリスマスを楽しむ夜が来ました。クリスマスってパーティーするだけの行事ではないんですが、寒さはそう冷たくは感じません。南西に星が一つ見えています。体感は寒い。天気影うっすらの報告いただきました。ゴンタさんリポートありがとうございます。はい、というわけで福岡の方は少し雲が出てきてますね。ちょっと、日本海側エリアの方がちょっと雲は多いのかなといった印象ですかね。明日もちょっと雲は多いかもしれないですね。でも明日は晴れるな、大丈夫そうですね。雲が多いのはこの夜の時間帯といった感じですね。でもそうするとね、朝冷えるんですよこういう日はね。なのでぜひねパーティー楽しんだ後は必ずねちょっと酔っ払ってそのまま寝ないようにしていただいて、ちゃんとね暖かい服着て、もう暖かくしてお休みください以上最新のリポートをお送りしました。はい、というわけでね、いやいいですね、クリスマスらしいリポート届いてますね。さあそれではここからは気象解説していただきたいと思います。気象モデル解説。さあというわけで今日はこの方です。予報センターの競馬大好き吉野さん。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、吉野さん来ましたよ。はい、明日有馬記念ですよ多分来るんじゃないかな。バレました。はい、はい、そうすごい、先週たまたま本当に本当に一回ですれ違って、ちょうど帰ろうとする時に、ね、そうなんですよね、吉野さんの帰り、はい、帰る時にたまたま私もすれ違って、はい、吉野さんなんて言って一回のロビーで競馬新聞広げて一緒に競馬について語ってたんですよ、はい、何やってるんだって。ちょっと怪しかったですよね、あの光景それも若い女性の方が競馬新聞を持ってるという。そうなんです、私今日もちゃんと持ってきてます、はい、最近競馬ブックに乗り換えました。横が好き。そうですね、横もいいですよね。あと競馬ブックさんって結構データがコンピューター予想っていうのが結構面白くて、はい、最近その欄を見るために競馬ブックさんを買うようになりました本格的すぎる、はい、というわけでですね、はい、明日有馬記念のある中山競馬場の馬場状態も気になりますが、はい、明日の全国の天気今日から明日にかけてどうなりそうでしょうか。そうですね、今日は日本海側冬型の気圧配置でまだ雨や雪残っているところあるんですけれども、この雨や雪だんだんと収まる傾向ということで、今日よりも雨雪のエリアというのは少ないと、はい、いうことになりそうですね。予測モデルで見ていきましても、雨のエリアというのは降水域ですね、だんだんと明日の朝になると少なくなって、明日のお昼の段階ではもう新潟のあたりだけですね。ちょうど高気圧が一つ中心が日本海、そしてもう一つの中心がこの辺り関東の辺りにあるということで、ちょうど間に入って、風が集まることによってこの辺りはちょっと雲が残ってすっきりしない天気というところが明日もありそうです。そして、もう一つ天気がちょっと変わりやすいのがこの南側の高気圧のへりを回るように
湿った空気が流れ込む九州の太平洋側のエリアですね。このエリアも場合によっては海から雨雲が流れ込んでポツポツパラパラといった弱い雨の可能性があるということになります。はい、ただ全体的にいきますとほとんどのところが晴れということで、今日以上に風も弱まって穏やかな天気というところが多くなりそうですね。はい、ここのところ北日本を中心に風も強かったですからね。はい、そうですね。明日は比較的穏やか、北海道あたりでも日差しの出るところが多くて、今日も結構晴れましたけれども明日も比較的穏やかな天気というところ多くなりそうです。はい、そして風も寒さの方も明日の朝はまだ寒気残っているということと、あと風が弱まって晴れているところでは放射冷却現象強まるということで、かなり冷え込むところ多くなりそうです。関東あたりでも今朝以上に寒くなりますので、明日の朝のお出かけそして今夜のお出かけは寒さ対策万全にしていただきたいなという状況になります。はい、ただ明日の昼になりますと寒気徐々に抜けていく傾向ですね。特に西日本は早い段階から寒気抜けていきますので、明日の昼間に関しては今日よりも気温が上がって九州や四国では15度を超えるというところも出てくるんじゃないかなと。暖かくなりますね。そうですね、西日本は暖かいぐらい、関東あたりはまだ空気冷たいんですけれども風がない分今日よりはまあ幾分いいかなという感じがしますね。はい、ですので明日はまあ比較的落ち着いた天気で気候的には穏やかなクリスマスと言っていいかもしれません。そうですね。はい、いやでもあと気になるのはですね、はい、ちょっと、やはり新潟県の、はい、糸井市の方、やはり避難所の方とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、そうですね、避難勧告の方はね、すべて解除になったということですけれども、はい、明日も雨雲かかりやすいのはどちらかというと新潟でも下越エリアが中心ということになっていますので、はい、風も弱まる分だけ比較的穏やかな天気と考えて良さそうですね。ただ気温自体は明日もちょっと低めということですね。雲が優勢になりますので気温がちょっと上がりにくい寒い一日というふうに今のところは見ております。なるほど、ということでやはり寒さ対策をバッチリ行った方がいいということですね。寒さ対策というのは必要ということになりそうですね。はい、はい、ありがとうございます。さあそしてですね、話は一気に変わりまして中山競馬場ですが、はい、馬場状態どうなりそうですかね。そうですね、明日も天気は問題ないですし、昨日の午後の段階からもう両馬場になっているので、馬場状態が悪化するっていうのはないですね。ただね、はい、相当時計かかってますね。かかってますか。うん、今日のメインが、1000万条件でしたけれども、1800メートルで1着のタイムが1分49秒後半っていう感じで、どうしてですかね。はい、そうですね、やはり馬場が全体的に荒れてるということもありますね。先週あたりからだいぶ時計かかってますし、そうですね、で今週は週の半ばに雨が降って、でこのあと3日間連続の開催という状況になるので、はい、結構時計としてはかかる。なるほど、はい、ということになりそうです。その辺もちょっと考えて予想した方がいいかもしれないですね。はい、そうですね、なんで上がりの早い33秒台の結果にはならずに35秒前後、うん、場合によっては、ね、上がりのタイムが35秒を超えてくるという感じになるので、なるほど、結構消耗戦の類かな。なるほど、あとは北サンブラックは今回逃げない。私も今回ですね、逃げミッキーがごめんなさい、ん私もですね、今回、うん、やはりちょっとね、ミッキークイーンが逃げてくれるかどうかっていうのもすごい気になってはいたりするんですけど、ただね、マルターズアポジーが逃げ宣言してるんですよね。あー、そうですね、はい、この馬は花を譲ったことがない、はい、で前走福島で、そうですね、はい、勝ってるということで、はい、うん、多分目いっぱい花を叩いてくる可能性が高いという感じで、北サンブラック自体は2番手からの競馬でも勝っていることがあるので、必ずしも逃げには固執しない。そうですね、はい、ただ前に馬がいて、北サンブラックが追いかける形になると、その外にいるゴールドアクターあたりはマークしやすくなりますよね、前走に比べると。なるほど、はい、そうなるとまたちょっと、うん、予想変わってきますよね。去年と、ね、似たような展開になるんじゃないかな。なるほど、うん、というふうに今のところは見てます。ちょっとゴールドアクター、案外去年の 1,2、うん、着そのまま買ってみるとかね。なるほど、意外とつきます。確かに今回ゴールドアクターさん現時点でのオッズが、はい、結構サトルダイヤも、ね、そうなんですよね、8倍ぐらいあって、うん、はい、ね、
北サンブラックさん 2.4 で、サトウダイヤモンドが 3.1 倍にしますと、はい、まあ、ちょっとこれ当たったら美味しいなという感じがしますよね。まあ、1番人気2番人気もちょっと抑えないとなっていう感じはね、聞くまではね、さすがにいかないと思うんですけれども、はいはい、かなり明日はちょっとこういうタフな馬場に強い競馬、うん、強いレース馬っていうのが中心になるんじゃないかなというふうには、はいはい、結構ねでこのレースで6連続で外国人騎手が来てるんで、私もそう思います。外国人騎手どれか買っとく。私はやっぱり今年はルメール騎手が、うん、宣誓布告をしてますので、ルメールさんをしたいなと思ってますね。なんですけどね、実はね人気の騎手じゃないんですね、はい、意外と人気のない騎手が来るんで、じゃあ私デニムやっぱ買おうかな。怖いですよね。デニムさん私は3着に来るかなとは思っているんですけども、あと怖いのは、はい、里のノブレスの方。あ、結構ノーマークでした私は。あれ、はい、馬見てて同枠なんで、はい、里のダイヤモンドが来てると思ったらノブレスだったっていうオチが。そうですね。あとここのところ、うん、里見さんオーナー、はい、里見オーナーさんの勝ちまくりです、ね、勝ちまくりですからね。香港でもやっぱり勝ちましたし、はい、香港で勝って旭海も取って、ちょっとこれはやっぱり要チェックですね、はい、そしたらダイヤモンドだけマークしてるとちょっと怖いな、はい、そうですね。過信は禁物ということなんでしょうね。オールカマー2着なんですよね。あ、里のロブレス中山の優勝で結構構想してる。あ、そうですね。そうなんですよ。ゴールドアクターの2着してるんですよね。あ、結構ね存在としては怖いし。なるほど。なんで結構手広く行っても。そうなんですよね。私も軸は本当は里のダイヤモンドなんですけど、はい、やっぱり実力としては北サンブラックもかなりあると思うので外せず、菊花賞馬がその年に3番人気以内で出てきたケースっていうのは結構上位に来てるんで、そうですよね、やっぱり相性いいですよね、はい、そうですね、やはり人気に押されるだけの菊花賞馬っていうのはそれなりに構想してる。そうですね。ちなみに吉野さんの、はい、軸といいますか決まりましたか、うん、まだ決めてないんですけれどもね、ーゴールドアクター本戦的にはゴールドアクターかなという。なるほど、はい、結構このレースリピーターも多いんで、うん、そうですね、だから1着は難しくても2着までに、はい、食い込んでくれればなという。そうですね、はい、あと今ベスト体重ですからね。そうですね、絞れてるみたいな。そうですよね、馬体重が、はいはい、あと有馬なんでも大振りしたワイドの馬券をボックスとか今ね。あ、でも私も、はい、ボックスで買いますね、はい、ワイド。毎年結構大振りした馬券買うんで、はい、今年あたり出すと山勝エースとか。山勝エース私ちょっと自信ないんですよね、うん、あとさっき言った里のノブレスとか、はい、まあ、デニムもそうですね。そうですね、はい、このあたりをなんかワイドで固めてちょっと遊んでる馬券っていうのも。あとね、去年買ったね、アドマイラデウスが気になってるんですよね、はい、あ、そうですか。私サウンズオブアースが気になってます。まあ、去年2着してます。 GC2 着だから、はい、当然まあ県内、そうですよね、遊びというか本戦に入れてこないといけない。はい、はい、です。アドマイラデウスは去年7着なんですけども、去年って1着から8着ぐらいまですごいごちゃって固まった、その中にはちゃんと入ってきてる。なるほど。じゃあ、まあ実力にあまり差はないような、思ったよりないというふうに思うんで、いやもうだからいろいろとちょっと振り回して。そうですね、今回は押したい馬がいっぱいすぎて困りますね、はい、そうですね、まあ、有馬記念に出てくるような馬はね大体そうなんですけど、はい、なんで成田ブライアンに全額突っ込むって何年前すごい昔だだいぶ昔な感じだな。いいですね。まあ、でも明日は両馬場ですからね、はい、ちょっと両馬場ですけども、ちょっと上がりは35秒ぐらい、ちょっとタイムがかかっているということなんですね、はい、金曜日にも、ね、同じ2500のレースメインであったんですけれども、うん、はい、それでもやっぱり2分35秒台で上がりもショート数でスローな展開だったんですけども、上がり35秒台後半なんで、なるほど、やっぱり上がりの早い競馬にはならないんで、だからディープインパクト3区でも切れないタイプ。そうですね、うん、そういう意味ではハーツクライとかはどうですか、うん、とか怖いですよ ね、 いいですよね、ハーツクライとかね、うん、あとはね、一つちょっとね、あんまりこういう言い方、はい、福永ジョッキーがね復帰したんでね。あ、そうですね、相性悪いんですよ馬券の相性が、福永ジョッキー。そうなんですか、吉野さんが。そう
ジョッキの馬買うと来なくて、買わないと来るんですよ。なるほど、それちょっとあのドキドキする感じですね。どうしたもんかなと思ってね。いやでもこれは、はい、信じる心が大事ですよね。まあでもオチとしてはクリスマス馬券っていうオチなんじゃないかな。そうですね、クリスマス馬券ですからね、はい、あの、はい、普通クリスマスの時って1枠3枠6枠ってものすごく売れるんですよ。あ、そうなんですね。あの白赤緑クリスマスから今年人気馬が全部そこに固まっちゃって本当ですね1番人気から4番人気